ジョージ。あ、ジョージって出たよ。そう。プードル。プードル。すごいじゃないかねが。全然野球関係ないよ。ぬいぐるみ。あ、ぬいぐるみ。エバール君と納豆兄さんのゆっくりねっとりゆるゲーム実況。はい、今回は S スキャナーというアプリをやってみたいと思います。S スキャナー聞いたことありませんねばよ。なんかこのほらアイコン見たいの見てなんか、あ、目玉の親父か。あ、そういう怖い感じの妖怪ゲームとかじゃない。フリーメイソンだね。違うね、違うね、都市伝説系でもないんです。わかりませんねば。これはこのアプリを立ち上げるとカメラを起動したような画面になるんです。はいねば。でそこにあるものを合わせるだけでそのものが何かっていうのを勝手に認識してくれるっていう。すごいね。うん、でちょこっとやってみたんで見てみてください。はい、え、これね、障子。そう、障子。あ、障子って出たよ。そう、障子って言うんです。ちゃんと喋る。すごいねばね。うん、あー、もうこんな時代来たねばか。そう、これは引き戸。そう、引き戸って言う。すごいねばね。ちゃんと喋るんですよ、引き戸。あ、じゃあもうこれロボットに組み込めば誰々がなんだとか。そう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 、アポロとチロル。そうで、アポロとチロルはプードル。プードル。おー、すごいじゃないかねば。え、すごいでしょ。これじゃあプードルじゃないやつ、後ろにいるチワワは、これチワワね、チワワ。チワワって出んのか。マルタの犬。マルタの犬。マルタの犬。何何ね、マル、何なの、マルタの、マルタの犬。こっちはプードル。あ、プードル正解ね。後ろ、後ろ、後ろのチワワさん、チロルのチワワさん、どうですか。ああ、もうプードルばっかり言っちゃって。チワワさん行くよ、チワワさん、ほら、これ行くよ。マルタの犬。マルタの犬。何マルタの犬。でも 36% ぐらいだからマルタの犬っぽくはないの。マルタの犬。あ、結局こんなってた。ほとんどマルタの犬。ミニチュアスナウザー。ミニチュアスナウザー。これ30%。あ、ペルサ猫 65% になってた。猫。マルタの犬。猫だったの、チワワ。チワワじゃない。チロルは猫だったのか。アンゴラ猫。マルタの犬。マルタ。もう間取ってマルタの猫だね。そうだ、猫だね。チワワ。あ、チワワ24%。やっと出てきたけど。可能性は低いねばね。そう。で今度はぬいぐるみでもどうかちょっとやってみたの。あれ、プードル。ああ、プードル出ましたね。96%。プードル。形でだいたい。ケリーブルーテリア。いろんなネット上の情報をかき集めて、この形だとプードルですよとかってなるってことね。そうね。でネバール君の人形もちょっとやってみたんで。あれば。オカリナ。オカリナ。あのタレントのネバか。違うんじゃない。あの副報のオカリナで。野球帽。野球帽。当てるとこないでしょ。ねえ。丸みかな。ちょっと靴下。角度変えて。靴下。何、匂いだってこと？匂い、匂いもこれ感知するのかな。靴下ってこと？臭くない。納豆じゃん。今度はでけえ方のあのネバール君やってみたから。トップボトル。トップボトル。パンチングバッグ。パンチングバッグ。いやいや。バタバタね。スイート。違うよ。ネバール君ネバよ。いや、なんかこれあれだね。水とか入れるような感じに認識されてる。味がね。これを踏まえて私とネバール君でちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ私からね。あ、納豆兄さんって出てくるのかな。イヤーフラップハット。イヤーフラップハット。なんだそれは。カツラ。カツラ。カツラ。これは正解だね。金髪のカツラみたいな感じ。何でもカツラだもんね。全体像見ると。パジャマ。パジャマ。白衣。白衣。全く白くない。ドアップだった。イヤーフラップハット。イヤーフラップハット。ひどいね、イヤーフラップハットが。綿棒。綿棒。綿棒っぽいじゃん、綿棒っぽいじゃん。確かに。頭ちょんってなってる。でも俺耳入れたくないな。で今度ネバール君行ってみたいと思いますね。ネバール君ね。ソープディスペンサー。ソープディスペンサー。いや、シャンプーシコシコやるやつじゃない。入れるやつ。リール鉛筆削り。鉛筆削り。エアスライド。違うよ。野球棒。エアスライド。野球棒。これもやっぱ野球棒。多分野球棒。73%も野球棒だよ。かなり野球棒だね。全然野球関係ないよ。ぬいぐるみ。納豆ね。あ、ぬいぐるみ。あ、これは近いね。ティーポットね。ヘルメット。またヘルメット。どうしても被らせたいねばかね。ソープディスペンサー。あ、伸びた時は？
着物。着物。ああ。この辺見て。ほら着物をさかけてる感じ。アシュカンって何？リサイクル。リサイクル瓶。なんでリサイクルなんだ。新しい瓶にしてくれねえ。今度は？お辞儀してみたのね。バーベル。バーベル。似てる。傘。傘。バーベルのさ横向けた時の感じ似てない？ああなるほどね。いやでも一個も当たんないねばね。ねばる君と納豆お兄さんに関しては。でもこれだんだん成功になってくると、うん、多分インターネット上に、ね、有名な人とかだったら誰々さんとかなってくるんじゃない？なってくるよね、これね。納豆お兄さんなんてちょっと特徴ある形だから納豆お兄さんって出ると思うねばよ。そうだよね。でもこういうアプリですね。あー面白いねばね、うん、で一個注意点でね、これね私無料でやったんですけど、ねば3日間だけ無料で、それ以上ほっとくとね課金勝手にされちゃうんで皆さん気をつけてください。じゃあ3日やって消去だね。ね、はいねばよ、はい、じゃあみんなまた遊ぼねば。はい、やってみてね。はいねば。ねばねば TV を見てくれてありがとうねば。チャンネル登録してねばね。グッドボタンベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるね。